はい、皆さん、毎度毎度。昨日のね、夜の定例会議のね、まあ話題の一つね、めんどくせえお客様ね。まあ何回も言ってるけどね、サービスをタダで余計にやらせようっていうのはね、まあ美容業に関してはね、万引きだよね。ラーメン屋行ってさ、サービスでさ、大盛りラーメンつけろとか、大盛りでチャーシュー4枚余計に乗せろ。それと同じだからね。そんでタダで食おうってんだからね、無銭飲食と同じだよね。まあ、アン先生はね、心が広いね。ベテラン先生だからね、歯を食いしばってね、歯ぎしりしながらやってるようだけどね、男の我々だったらもう引導渡しだよね。お会計の時にね、もううちじゃもう次からこの値段じゃできませんとか、技術的にね、もうかけ直ししなかったら無理なパーマなので、うちではもう二度掛けという値段になるとかね、もう引導渡し、もう嫌われてもしょうがないよね。ただ怖いのがね、それを言ったがためにそのお客さんがね、よそで何言うかわからないってなるからね。あ、なんとかしたいね、そのお客様ね、3時間かかるっていうことだよね。まあ予約ね、まあ3時間は予約取れないと。1時間ぐらいの予約になると、できるけど、3時間予約は取れませんとかね。なんとか対策したいけど、ちょっと無理だろうな。まあとにかくね、話聞いた感じめんどくさい客ね。ああ、いや、こういうね。大阪の人かな？大阪の人ってなんか結構うるさいのいるよね。あと韓国系のね、外人さんもうるさいのいるよね。韓国人なんか結構うるさかったりするからね。それに比べてね、欧米人はね、もう切ってやりゃ OK。非常にさっぱりしてるからね。もしかしたらね、まあ今回まあ我慢してやっても次から、うちの技術じゃお客様のパーマ無理ですって。まあそれも言えねえだろうな、なんとかしたいけどね。前話したことあるけどさ、オートバイ屋に遊びってた頃、若い頃ね。で、そのオートバイ屋がよく BMW 売ってたんだよ。そんであの、どっかのね、親父が BMW 乗って、BMW を買いに来たわけよ。で、ただ買うんじゃなくて、ね、値下げ要求するんだよね。値段が下げろ、下げろって。ほんで当時、外車の場合は、二人乗りするときのあのシートにベルトがついてないんだよね。で、最後にそのベルト、いいベルトつけてくれ、みたいなこと言ってね。値下げしないでもいいから。そしたらもう最後、親父切れちゃってね。いいよ、よそで買ってくれと。それ、まともに見て聞いちゃったもんね。ただその親父ね、黙って BMW に乗って帰ってったけどね。男同士だとね、そんなあれにもなんないけど、女性の場合はちょっとね、癖があるからね。あとでなんかね、風雪のルフとかね。あ、だからね、あの街が狭いから変なことできないって言ってたよね。だからその街がさ、狭くて変なことできないのをさ、逆手にとって、はっきり言ってね、馬鹿にされてるよね。まあ女性はね、我慢強いから我慢するけどね、男の場合はね、切れちゃうよね。あと若いうちはまだ我慢できるよね。年々我慢できなくなってくね。歳とともに。だからこれからはやっぱりアン先生ね、馬鹿にされてるからね、逆転少しずつね、強気に出てった方がいいよね。もううちじゃできないからって。よくさ、退職願い出すときってさ、一身上の都合で退職いたしますとかってさ、書くじゃない？それ以上のこと書いちゃいけないって言うんだよね。うちの技術じゃもう対処できませんのでお断りしますとか、もう無理ですよ。もうそれ以上のこと言わない。薬がどうのこうのとか、遠赤のローラーボールがどうのこうのとかね、細かいことは、ね、一切言っちゃダメなんだよね。3時間かかると次の予約の人に迷惑だからとかね、そういうことも言わない方がいいんだよね。とにかく、非常にシンプルに一言だけ言って、もうできませんで終わらしちゃう？初犯の事情によりできませんでもいいし。もっと一回でかけられるうまい男の先生のお店行った方がいいですよって、もう以上、終わり。とも言えないから苦しんでんだよな。でもね、なんか強気にね、出てった方がいいよね、これからね。そういうお客さんに限ってさ、井戸端会議やるとさ、私の髪の毛なんかさ、かかんないからいつも二度かけてもらってんのよ。へーってんで、で、聞いてる人がね、じゃあ、結構高い値段取られるのって、いやいや、そんなことないわよ、払わないわよ、私は、なんてね。舐めたこと言ってやがんだよ、隠れて。え？出てこい、そのババア。昔さ、東京都知事の石原都知事いたじゃない？あれだったら言ったよね。うるせえ、ババア、はい、次つんで。いや、でもね、参ったね、そういうお客さんはね、もう、対処できないから困るんだよね。明日は、宿毛矯正の、根元切れね、3センチね。これもちょっとね、報告をお願いしたいね。今夜のね、定例会議で、アン先生お待ちしてますんで。はい、お疲れ様でした。